はいどうも、中二病のおっちゃんこと北海道たるし在住大久保克也41歳です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はガンツという漫画のご紹介していこうと思います。言わず知れたメジャータイトルだと思うんですけども、順番が来たということで言ってみたいと思います。2000年からヤングジャンプで連載をされていて全37巻になっています。2004年にはアニメ化、2011年には二宮さんと松山健一さんの主演で実写映画化もされている作品になっています。夏菜さんに夢中になった男性も多かったはずだと思います。2020年にはガンツ E ということで江戸自体が舞台になって再開しています。その他にもいろいろなガンツ作品あるんですけども、時間の都合上省かせていただきます。奥裕也先生の代表作ということで CG で原稿を書いていて 3D 漫画なんかとも称されているような作品になっています。奥先生といえばその後犬屋敷の連載であるとか、あとはこのガンツの前にね、変っていう漫画を連載してたんですけど、僕当時ギャングジャンプで読んでたんですけど、まあ今でいう BL ボーイズラブ系なのかな、なんかそういったようなね漫画を覚えてます。作者自身が高校時代から温めていた必殺仕事人に SF テイストを加えた夜にみんなで集まって殺しに行くみたいな物語ですね。物語の中で特典をつけてくるガンツという機械の名前の由来も頑張れロボコンのガンツ先生から取られていたり、後半のカタストロフィー編の展開は映画インデペンデンスデーの影響を受けていたらしく、インデペンデンスデーへの挑戦でもあるとのことです。最終回の展開はロボットアニメザンボット3の影響を受けていて、同作の最終話へのオマージュとなっているそうです。いや僕もですね、このガンツ最後まで読んだ時あれなんか見たことあるなと思ったんですけど、後々調べたらねそういうことだということで、僕ロボットアニメもねものすごく大好きでいろんな作品見てるんで、まあ納得かなとは思います。主人公の黒野圭は下校の途中地下鉄のホームで小学生時代の親友だった加藤勝を見かけます。正義感の強い加藤は線路に落ちた酔っ払いを助けようとするけど、一人では抱えられず黒野に気づき手伝いを求め、二人で酔っ払いを救出をするんだけど、二人はホームに戻れずに電車に轢かれて死んでしまいます。電車に轢かれた次の瞬間、気がつくと二人は謎のマンションの一室にいて、そこには同じように死んだはずの人々が集められていて、部屋の中央にある謎の大きい黒い玉ガンツに理由もわからぬまま聖人をやっつけろと言われ、ここから目的もわからず数々の聖人と戦っていくことになります。戦っていく聖人もネギ聖人、田中聖人、暴れん坊聖人、怒りん坊聖人など名前はなかなかユニークに富んでいるんですが、いざ戦いに行くと数々の仲間たちが死んでいってしまったり、モブたちはあっさり死んでいくようなことは多々あります。物語の後半カタストロフィー編に行くと、地球に普通に攻めてくる宇宙人との戦いへとなっていきます。最初このガンツという漫画を読んでいた時に、その聖人って何なのか全く意味がわからなくて、みんな深読みをして読んでいたと思うんですけど、意外とあっさり普通に宇宙人だったっていうオチでしたね。はい、そこら辺はね逆の意味でちょっとびっくりしたなみたいなことは僕はありました。あとはこの漫画の主人公黒野圭は前半のうちはね、なんかほんとどうしようもないやつあったりとか、人を見下してるようなね、そんな高校生だったんだけど、物語が進むにつれてびっくりするようなね成長を遂げていくんで、そこら辺は見物だと思います。その理由もですね、愛する人ができたがゆえに強くなっていくっていうね、この黒の系をぜひ読んでいただければなと思います。ということで今回はガンツという漫画のご紹介させていただきました。はい、ということで皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。